雨晴らし、道の駅雨晴らし来ました。渡ります。いい感じやな、飛ばす。聞こえますか？これは雨晴らし、義経岩。寒い。波がすごいな。これが新しくレストハウスができたところやな。これがレストハウスできた、新しいレストハウス。声聞こえますか？波の音聞こえますか？中継してますよ。中継してますよ。中継してますよ。日本海波高し。冬の氷見。雨晴らし海岸。氷見の雨晴らし海岸です。日本海荒れてます。聞こえますか？音絶景かな。義経岩、これがお宮、これが富山県氷見の雨晴らし海岸、雨晴らしです。国定公園、国立公園、国定公園だったかな。今日はそのために来ました。撮影のために、冬の雨晴らしを撮影に。カモたくさんいます。見えますか？カモ、カモ泳いでますよ。お、波、お、波来た。奥に見えるのが男岩。これが男岩、分かりましたか？男岩、氷見の男岩、雨晴らしの男岩ですよ。これが有名な雨晴らしの岩。生中継してます。
浜原市、浜原市海岸と浜原市岩、浜原市岩、これが浜原市岩、こういう感じです。義経岩、あ、義経岩だったか、さっきのね、これ義経岩ね、義経岩神社、義経社神社、ここ義経が来たのかね、うん、感じ伝わりますか、聞こえますか、見えますか、実況中継いいですか。波高し、あちらが氷見です。氷見海岸、奥が氷見海岸ですよ。今日は道の駅浜原市に観光に来ました。観光案内に来ました。皆さんに分かるように、聞こえますか、マイクが届きますか。これが浜原市駅、浜原市駅、上から見ました。展望台からです。これは前景。これは前景です。新しくできた前景です。素晴らしい。国立公園だな。浜原市国定公園。みんな来てください。日本海和田田、今日は冬の浜原市へ来ました。観光案内してます。義経岩、これが氷見海岸、ここが義経岩、これが義経岩、近くに来ました。
こういう感じです。奥に見えるのが男岩だったと思います。男岩、こんな感じです。以上です。